あ、もうほら、ボスじゃん。おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬようだ。参る。レオンファイト。忍びよ、マジかよ。再び間に合おう。えい、お前この前、お前弓使うの卑怯じゃねえか。本当だよ。待って待って、攻撃のパターンをよく見よう。そうね、まずとりあえずね。あぶね。うわ、弓ひど。弓いかんやろ。弓にはさ、こっち手裏剣があるんじゃない。おい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 。あ、いった。あ、いたあった。2番突きは多分あれで。あぶ。ほほ、弾いてる。おう、い、うわー、入って。あぶねえ、弾薬。あ、これを避けたい。くっそ、弾いてんだけどな、こっちも。あー、これあー、いてー。ジャンプした後超好きできるわ、相手。あれを見切るしかないね。おー、新しい新しい新しい連続技。おいや、今のとこやったっちゃうわ。ウィーッ。いや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 。あ、流因の力か。だいわ。いや、一回しか回避できないんだって。はっ。もう攻めるしかねえな、これ。いった。ほら、あいつで。ちぇー、あれが手裏剣で防ぐしかねえのか。お前、鎧のくせにさ、よう、この動きできる。お、来た。一発目。まだ死なんか。まだだ、巫女の忍び。
感じはな。だ蹴りか。あれ。回線もう一回できる。頑張れ。取り戻す。まだたつか。そこまで貴様を支える。そら当たり前だろ。リコちゃんダメだな。もう果物がないんだよこっちには。あーこれがうぜ。厳しい。でもパターンも見えてきたね。スキル稼いでまいりました。回復しました。回生回復したね、うん、大変やった。マラソンしてきました。はい。だけどスキルもね、溜まったんでね、稼ぎ切りだった。これを覚えていきましょうか。うん。霧ガラスもね使えるってからね、使えるって相性いいんじゃないかなと。うんうん、使った時に R1 ね。 OKOK、 はい、はいはい、覚えます。はいはい、参る。来た忍びを再び真似よう。あー失敗した。おおあ、お来た。おお、おお、起動した時にうまくいくな。だいぶ削ってないねえ。頑張れ。お、来た。おお、でもさっきはマシだよ。おお、弾いた。おお、防ぎ切った。入った。お、来た。おら。お。今めっちゃ食らってるけど。回復しよう。食べか。あ。あ、あ、今のチャンスやっとったよ。入った。見て。危ねえ。はい。お。は。はい。行って。あ、でも。お。お、危ねえ。危ねえ。危ねえ。はい。あ。あ。いや、切りガラスダメだった。体勢崩したな。やった。まず一発目。ほらよ。たたえ込む。頑張れ。巫女の忍び。ほら。ちょっとかっこよくなってきた。ちょっとかっこいい。あー、いい。来た、ほら。おー。ほら。はい。なんか。おー。おー、戦ってる感じがする。めっちゃ戦ってる。痛い痛い痛い。あ、一瞬で食べた。なんかすげえ嫌な技してきたあいつ。ねえ、なんだ今の。ずるっこいぞ。ほら。あ、いた。いた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 。あ、玉切れになったか。あいやいや。もう使えんか。頑張れ。あ、いた。お、来た。お、勝った。あ、やった、勝った。え、終わんない。見事だ。
巫女の忍びを。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ言を。ザレ言だと。俺はこのアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。巴の神なり見せてやろう。ちょっと待って、嘘でしょ。痒くないよ。待って待ってくれ、落ち着け。相手は1回しかない、回生できる。あいつ、あいつ撃ちない。木に足ついた状態で雷を受けると全身雷が踏んぐり一気に大ダメージを受ける。また一時的に体の自由を奪われる。空中の一瞬通しに雷を受け返す意義がある。それを雷返す。空中で雷攻撃を受け着地前に R1。 返せってこと。うお、はい、うわ、ほら雷返し。おお、これか。何この戦い。雷返し待ちじゃない。おっ、はっ、あとちょっと。あっ、あっ、回生だ。回生がある。竜陰の力か。ならば行く先でも殺すまで。おおむね雷待ちしかないかな。うん、あとちょっとなんだよね。ダメだ、焦った。ダメだ、焦ったら。いて、いて、いて。いて。うわ、止めろ。とどめだ。うら。最後だ。シナゲン一郎トロフィー一冊。うわー、いや、戦いの記憶。シナゲン一郎、真珠に気づく類奇な強者との戦いの記憶。あ、これ一緒だ。ああ。シナゲン一郎を起点で定めた復讐の相手であった。そうだね、そうね。嘘でしょ。でも雷返しかっこよかった。え、シナゲン一郎ってこれで死んじゃうの。ええ、待って、ラストボスじゃないの。違うんだね、ということ。違うの？俺、怪しいんだけど。芦名源一郎復活戦はあるの？いや、その前に芦名源一郎、さっきさ、すっげえ不安のこと言っててさ。言ってたね。こいつの親父さんがちょっと嫌な予感するんだけど。嫌な予感する。まあちょっととりあえずクリアしましたね。うん。レベル上げてよかった。ああ、おめでとう。楽しかったなんか。うん、かっこよかったね。2回倒せた。まさかの2回戦があったね。びっくりした。でもようよかった。雷返しやってよかった。おお、うわ、血のりの術。周囲に血の剣膜を生み出す忍殺忍術。剣膜、煙幕じゃなくて、え、周囲に血の煙幕じゃない、煙幕を生み出す忍殺忍術。酔い、片白を消費して使用する。これは死をもってなす忍びの秘術である。忍殺した者の血しぶきを血縁へと変え、あたりの敵の目から逃れることができる。その後さらに殺すかは自在である。ま、類いまれな、え、いや、まれな人は忍びを忍びたらしめる。ただ殺すのではなく糧とせよ。あ、わざと血をバーって出すってこと。どういうこと。忍殺忍術、背後から敵を忍殺した時に忍殺忍術と呼ばれる特殊な術
術を使うことができる。装備メニューから任意の一つを装備し、片白を消費して発動する。敵を背後に印刷した時に R1 印刷忍術。おお、じゃあ周囲囲まれた時に役に立つってことか。あれ、え、あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナはこの国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。やっぱこれで終わりじゃなかったな。あいつやっぱ殺しきれんかったってことやね。はい、ちょっと、いや、あ、はい、見出したよ。あー、倒したね。お疲れちゃんでした。残念でした。セミジからもちょっと上げちゃおうか、このついでに。そうだね、忘れたうちに。はい、じゃあ足で現地と向き合いましょう。ね、向き合って、ね。向き合いましょう。はい、向き合いました。はい。戦いの残酷？残響？残酷なのかな？残酔。残酔？足で現地郎。心中に気づく類まれな強者との戦いの記憶。今はその残傷のみが残り、記憶は確かに狼の糧となった。足で現地郎は1位の生まれである母が死んだ後、足でに引き取られた。ほう。巴の雷と呼ぶ異端の技の使い手である。アシナ存亡の瀬戸際？つばぎ？なんだ？金編にワニみたいな、なんか。つばぎは？アシナ存亡の今ってことかな？今際？異端こそこの国を守るのだ。いや、違うと思う。それは違うと思う。ダメだと思う。でも、ね、立花宗茂は、確か雷をね、雷切りと思ってたけど、雷切ったとか言われる。はい、強化できましたね。4になりました。やったー、やったー。だいぶ楽なんじゃない？違う、そうだね。あー、で装備って何？あ、解禁されたほう、忍殺忍術。 お、ここ、へぇ、へぇ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 、僕も使う。やっぱさ、スキルのあれさ、上げとかなきゃいけないんじゃない？16じゃ全然足りんわ。足りねえな。ちょっと待って、ちょっと確認しよう。あのスキルのよう、片白を増やすやつだっけ。3でしょ。次もまたこれ覚えないといけないな。空中忍び技術、あは、全然先じゃん。こっちも覚えたかったのに。あ、マラソンや、マラソン。またいいとこあるでしょ。ガチマラソンや。あそこ以上にいいとこあんのかな。次だって多分結構高いよ。次3400やからな。あえ、まっちゃん、とりあえず話は聞く？聞く？話。とりあえずやめるか。キリがいいんでね。そうね。そうだね。一旦休憩しよう。あ、きれい、きれい。絶景だわ。絶景かな。おー、いいね。インスタ。
インスタ映え、どこだよ。アシナジョナウっていうつぶらひ